ました。これ5年うるさくないですか。私はね、5年ぶりに、星が見えるかもしれない。見えるのかな今、ね、見えてる人いたらメールください。ではいつものコーナー、はい、バニラビーンズリサの北欧講座、今日はちょっと時間がなくて印刷できなかったんでこのままやりたいと思います。あ、それでなんか一緒に、デンマークのティーカップ。あ、iPhone 見えますね。すごい可愛くないですか。うん、ティーカップ。あ、青くなっちゃってる。映ってるの。あ、映ってるです。なんかアンティークのカップで、これ他にもいろんな種類とかがあるんですけど、結構いいお値段。あ、そうそう。知ってるその値段。これは4900円。あ、ちゃうかった。だけど普通に他のものも9800のティーカップ。日本で買える。これはね、ネットで販売で随時デンマークから。てくれる。すごいですよね。日本にいながらにしてこう北欧の食器だったり、キッチン用品が買えるんです。皆さんネットはすごいですよ。この時代もう何でも買えちゃいません。ネットがあれば、まあ、今何でも調べられる。買えないものあるんですかね、ネットで。まあいっぱいあるだろうけど、でも人とか大体買えないじゃないですか。いや、それはネットとか関係なく。関係なく買えない。けどすごいなって思ったんですよ、なんか。そうそう。輸入ってこと。そう、輸入も輸入できる。すごいなと思って。直輸入。ちょっと待って、今日なんかさ、気もそぞろって感じじゃない？ちょっとそのなんかやってんの後でいいから。気もそそる。そんなわけで今日はカップを紹介しました。というよりも iPhone の凄さをね、皆さん知らされますよね。ペッてするだけであの画像がアップするみたいな。これすごいなって思う。全然私も使いこなせないんだけど、ね、する。電話代ただじゃないですか、iPhone にすれば。そうなの。ただ後もソフトバンク、まあそんなわけで、じゃあ次ここでいきますよ、これ次、バニラビーンズレナのアイドル講座。今日は誰？今日は、先週のだったので、はい、もうはになるんですよね。は、萩原舞ちゃん、1996年生まれ。ん？96年。これ2月7日近くない？あ、本当だ。1日違い。96年。埼玉県出身の女性アイドル、歌手。キュートの一員でハロープロジェクトの最年少メンバーとして可愛がられています。へえ、この子はあのキュートでも一番ちっちゃい子って言ったらいいんですかね。なんて言うんだろう。あとキラピカ、あれですよね、あのくすみこはるちゃんの、なんかわかる、後ろのメンバー。月島違い。そう、13歳なんて。やば、すごい。だって96年って最近だよね。感じするよね、うん、まあ私たちも別にちっちゃかったけど、うん、でも96年って なんとなくピンとくるもんね、うん、いやー若い、ね、誕生日がキュートのリーダー矢島まゆみちゃんと、カゴアイちゃんとも同じなんだって。3人ともウルード氏生まれ。ウルード氏って何なんですか。これはどういうこと。ウルード氏って4年に1度、4年に1度のウルード氏らしいです。以上。そうですか。ねえ、未知のある子なんですよね、この子。13歳だからまだ、うん、でも、声優とかでね、うん、今もやってるなら、くすみこはるちゃんみたいな何でもできるようなアイドルになればいいかな。なるほど。わかんないんですけど、そう、モーニング娘。に加入とかはないんですか。ないと思いますね。ないんですね、うん、なるほど。モーニング娘。どうなんですかね、この時期。どうなんですか。評論家的に。評論家、もうこれ以上メンバーを増やさない方が私はいいと思う。そうか、総入れ替えするとか、総入れ替え、うん、新
プチンモーニングみたいな。うーん、良さそう。最近メンバーはあれなんですか、入れ替わってるの。最近はそんなことない。最近はないね。前にあったぐらい、最近はそのまんまですね。うーん、ですね、今9期がいるのかな。もうですね、9期 ?8 期え、でもそのぐらい止まってるの。だってセブン、そうね、セブン妹が受けて、うん、なるほど。じゃあそんなわけで今日は七夕ですからね、お題に行きましょう。はい、今日のお題、はい、七夕皆さんの願い事を募集しました、はい、しました。じゃあメール読んでいきたいと思います。はい、あ、かぶってる大丈夫です、はい。ペンネームのるのるるるさんからです。ありがとうございます。今回のテーマのお願いは体重を少し落としたいと思っています。とはいうものの、普段は気をつけてますが、いつも誘惑に負けてしまいます。特にビールには目がないので、イベントでワンドリンクが過ぎるともう止まりません。ライブ中ずっと飲みながらライブに行きます。で、物販の際にお二人に絡み気味で話をし、わがままを言うこともちらほら、ごめんなさい。なのでウエストを細くしたいです。飲むのをやめれば多少はへこむのでしょうが、まあ無理でしょう。飲みながらライブを見た方が楽しいのですから。ではでは、アデュー。ありがとうございます。体重を落としたい。なるほどね、なるほどね。そんなにノルノルさん大きい方ではないですよね。うん、でも気にするんですね。止まらない。だから他の時に調節してもらって、うん、ライブの時は楽しんでもらえたらなとね。そうだそうだそうだ。というわけで、はい、次